いきなり走るのって。お、かすみ先輩、アリサ先輩、こんにちは。お、あれロック、今日なんか元気ない？ああ、すみません、ちょっとだけ考え事をしてて。考え事？なになに？なんかあったら相談して。そんなに大げさなことじゃないんですけど、なんていうか、ちょっとだけ心配っていうか。つうか、こんなところで立ち話もなんだし、うち寄ってくか？一応お菓子とかもあるし。うんうん、そうしようよ。私もロックの話聞きたいな。かすみ先輩、アリサ先輩、ありがとうございます。なるほどな。つまりサポートの仕事とラスの練習、どっちも手を抜かないレイヤが心配ってことか。まあレイヤさんなら大丈夫だと思うんですけど、睡眠時間まで削ってるみたいで。そうなの？それに加えて学校もあるし、かなり大変そうで。つうか、何足のわらじ履いてんだ？だから少しでも力になりたいんですけど、私にできることが何も思い浮かばなくて。なるほど、それで悩んでるんだ。ロックは本当に優しいね。あれはなんかスタミナドリンクみたいなものをあげるっていうのは、コンビニとかで売ってるだろ。スタミナドリンク、さらに頑張らせちゃう感じですか？そっか、そういうことじゃねえよな。あ、ロックがマッサージしてあげるっていうのはどうかな？マッサージ、私たまにあっちゃんにしてもらうよ。あっちゃん結構うまいんだ。なるほど、それはなかなかいいかもしれませんね。きっと体も疲れてますよね、レイヤさん。おお、すっごくいいことひらめいた。朝日湯は疲労回復にはお風呂が一番じゃない？朝日湯の広いお風呂に肩まで使ってふやーっとすれば、練習の疲れなんて吹っ飛んじゃうよ。なるほど。どう？これ、すっごく良くない？ただ最近はすっごい忙しそうにしてて、そんなにのんびりしてくれますかね。やっぱり私には頑張ってくださいって伝えるくらいしかできないんでしょうか。ロック、つうかさ、それでいいんじゃねえの？え？小さいことかもしれないけど、応援してくれる人がいるって思うだけで踏ん張れることもあると思うんだよな。自分が頑張ってる時、誰かが心配してくれたり励ましてくれたりするのって結構嬉しいからさ。確かに、それすっごくわかる。その気持ちをちゃんと伝えるってことが一番の元気の源なんじゃねえかなとか思ったり。そっか、そうかもしれません。私今からちゃんとレイヤさんに伝えてきます。何ができるかわからないし、何もできないかもしれないけど、何があっても応援してるって。うん、多分喜ぶんじゃねえの。私たちはそんなロックを応援するね。頑張れロック。はい、今日は本当にありがとうございました。それじゃあこれで失礼します。